ですか今日は。ブラマイドもらって。今日はイベントのグッズにするブラマイドの撮影です。まずは外でロケをしていきます。おっと、蜂が出現しました。私は大のでもないけど虫が苦手なので逃げています。また出てきてしまいました。まあやっぱりね、お花に虫はつきものですから。おっと、また出てきてしまいました。ということで今回はアフレコをしながら、このブロマイド撮影の裏側とイベントの裏側をお届けしていきたいと思いますので、ぜひ楽しんでいってください。ちょっと何を言ってるか分かんなかったけど、なんかこう回ったりとかしながらいい感じの瞬間をカメラマンさんに撮っていただいております。桜餅食べたいな。私桜餅大好きすぎて、桜の木見ると桜餅のことしか頭にないんですよ。健やかな成長を祈っています。なんかこのベンチ、思い出ベンチみたいな名前がついてたんですけど、一個一個のベンチにメッセージが刻まれてて、なんかとっても素敵だなと思いながらこのベンチに座っています。いやでもね、この撮影の日本当に天気が良くて良かったですね。なんか雨の日もすごく多かったので、この日は晴れてて嬉しかったです。でちなみにこのカメラマンさんなんですけど、私が小学生の頃にあのモデルの活動をねちょっとしてて、その時にお世話になってたカメラマンさんなんですよ。だからもう何年だ、10年以上の付き合いということで、ちっちゃい頃からね知ってる方なんですけど、本当にいつもすごく自然な表情だったりとかナチュラルな表情を撮ってくださるので、すごく楽しく撮影ができています。なんか結構自由にね公園の中を歩きながら撮影をしていて、こういう風に噴水の前で撮ったりとかしながら撮ってました。変顔。はい、というわけで気を取り直して、今度はちょっとね橋の上で撮影なんかしてみちゃったりとかして、はい、あ、もう落としたよ、ね、気をつけて気をつけていや本当にこの日ちょっとカラスが多くて、なんかずっとカラスの音が聞こえてた気がする。ほらもぐら、えマジ？ピュン。ピュン。絶対違うやん。え、本当だよ多分。本当だよ多分とはどちらなんでしょうか。まあということでね、こんな感じで木のところにもたれかかりながら影を使って写真を撮って見たりもしました。うん。お花もね結構咲いてたので。いい感じの背景でたくさん撮影できてよかったです。なんか帰り道に可愛い壁を見つけて、ここでも撮ろうってなってちょっとだけ撮りました。いいね。すごい笑ってる。すごい笑ってる。いいね。結構外での撮影が柔らかくて可愛い感じだったので、中での撮影はちょっとかっこいい系にしてみようと思ってこんな感じで撮ってます。何やこの顔は同じみたいな。そうそれぐらいいい。結構さっきのやつとは雰囲気が違って、お、何をしているんでしょう。ブク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 ってきた。決めてますね。またやっぱ撮影の時の
やつ見てもらえるの嬉しいんだけど、ちょっと恥ずかしいね、この表情を全部見られる。うん、いいね。うん。よし。はいはい。いいんじゃないか。あっち来てみるか。そうですね。どうですか、着替えてみたんですけど、結構雰囲気の違う服になったんじゃないでしょうか。とはいえどっちも緑なんですけどね。てかさ、初めてアフレコやってみてるんだけど、どうですか。なんか自分的にはちょっとすごい恥ずかしいんですけど、なんかこういうのもうまくできるようになっていけたらなって思ってますので、よろしくお願いいたします。恥ずかしい。はいはい、いいんじゃない。ね。あ、いいじゃん。写真をチェックして、どれがいいかなって選びながら写真のチェックをしておりました。いい写真撮ってくれてありがとうございました、ヤブさん。出来上がりの写真はこちらです。じゃじゃん。緊張してきちゃった。どうしたらいい？頑張る。頑張る。頑張るしか言わない。どうしよう。頑張って。どうしよう。しっかり言わ、めっちゃ。どうしよう。どうしよう。あと6分。どうしよう。教えてください。だってモーニングルーティーン、あ、モーニングルーティーンか。ごく普通の生活をしているんですけど。深いとこ来たな。日々心がけていることあります？考えておきます。おもちゃ推しです。ありがとうございます。誰かわからないけど、うわ、座右の銘は何ですか。難しいな。さっきもでも同じ年だもんね。ちょっと一回スキップしよう。ということで、少しだけ歌わせていただきます。え、どうしよう、緊張してる。どうしよう、あの、聞いてください。
緊張しましたわ、本当にありがとうございます。もうちょっとライブっぽい感じでねやるのもありだなと思ってて、あのアコースティックとかもやってみたいなとか思ってるので、皆さんにお伝えできるように頑張りたいと思います。今回は、まあ、抽選ということで4名の方にプレゼントをお渡ししたいと思います。プレゼント用意しております。じゃあパッパと行きましょう。行きます。じゃじゃん、整理番号20番。おめでとうございます。じゃじゃん、整理番号29番。だから またそういう機会もね、せっかく皆さんがそういう需要と供給に合わせてね作っていけたらいいなと思ってます。あとなんかまたやってほしいこととかあったら、ぜひあの、まあ、DM でもそういう、まあ、質問箱みたいなのでもぜひ送ってくれたら嬉しいです。どうしよう、もう何て終わればいいのかな。それでは皆さん、また会える日を楽しみにしております。今日は本当にね集まってくださって、もうさっき私歌ってる時もなんかちょっと涙ホロホロしてる人がいて、もうつられそうになったんですけれども、これからもなんか、そうですね、楽しいことだけじゃなくて、そういういろんなことを、舞台上に立ってお伝えしてい、いけたらいいなと思っているので、これからも応援してくださったら嬉しいです。それではこの後、ぜひ会でお会いしましょう。バイバーイ。